P40 または P2640 は第二次世界大戦中にイタリア王国で設計、開発された重戦車である。公式故障カルロ・アルマート P40 はカルロ・アルマートは走行車両イコール戦車 P はペサンテ26は車重が26トン40は1940年正式であることを示す。 設計は1940年に開始されたものの、イタリアが連合国との急戦に調印する時期までに、ごく少数の車両しか生産されなかった。またその後、生産された少数の車両はドイツ陸軍によって使用された。1940年6月にイタリアは第二次世界大戦に参戦したものの、当時、イタリア陸軍は三個機候師団を有するかに、 装甲車を装備する快速師団や騎兵連隊と呼ばれる部隊も複数有していたが、そのほとんどは二人乗りで重量わずか3トン強の L3 快速戦車、いわゆる豆戦車が戦車総数の75%を占めていた。より強力な M11、39中戦車の配備も始まっていたものの、列強の戦車と比べると性能的に劣っていた。 続いて開発された本格的戦車である m 1 3 4重戦車も生産が始まらないありさまであったことから列強に被験するような重戦車は影も形もなかった。そこでムッソリーには開戦直前列強に引けを取らない重戦車を開発するよう軍に命令、イタリア陸軍戦車研究所も重戦車の試作を開始した。当初は 4 7トル砲を装備して20トンから25トン程度の大きさで6名から8名の搭乗員が乗り込み、速度時速32 3 2メー3ルの残豪を超えられるなどの性能を持つ多砲等戦車の設計案を作成したものの、これは時代遅れなプランとして却下された。そこでイタリア陸軍戦車研究所は m 三四十中戦車をそのまま、 スケールアップしたデザイン案を再提案。翌年には原寸大の木製モックアップを製作、試作車の製造が始まった。1940年に設計開始されたものの、最初の試作車は1942年まで完成しなかった。当初の計画では、重量25トン級の戦車を構想し、75ミリメートル砲を装備するもので、P26 という名前を付した。 開発作業は期間のみを除いて素早く進んだ。開発メーカーであるフィアット・アンサルド社はガソリンエンジンの搭載を支持し、一方でイタリア軍参謀本部はディーゼルエンジンを希望した。しかしこの時期のイタリアでは未だ必要とされた300馬力を発揮し得るディーゼルエンジンを開発することができず、新型ディーゼルエンジンの開発には非常に時間がかかるので暫定的に 初期生産型ではフィアット SPA 液霊 V 型八気筒四百二十馬力の三百四十二型ガソリンエンジンが搭載され、最終的にドイツ軍による後期生産型では新開発の液霊 V 型十二気筒三百三十馬力のディーゼルエンジンが搭載された。主兵装は試作一号車では m 三十五七十五十八砲、試作二から四号車では M37-75-32 法であった。P40 は4名乗りで、社長が法師を兼ねていた。P40 の設計は、試作3号車までは、より大口径の方とより増加した走行圧を除いて、M13-40 の拡大版であったが、東部戦線において、ソ連赤軍の T-34 が出現した後、P40 の走行は速やかに再設計され、 試作4号車からは、より傾斜角の大きな走行配置が採用された。さらに砲が強化され、75、34砲が新開発され、量産車から採用された。75、34という名称は、75mm の方向直径、及び方身長34口径であることを意味する。この砲は、約秒速 700m の方向小速を発揮した。 ただし、当時整備された他の戦車砲の多くと同様、ドイツ軍の整備した長方針 75mm 砲よりは劣っていた。砲塔前面にはブレダ 8mm 単装同軸機銃が装備されていた。砲塔上面の対空機銃下にブレダ 8mm 単装機銃を増設することが可能。試作3号車までは車体前面右側に連装で、 ブレダ M38 車載機関銃が装備されていたが、試作4号車以降は、車体形状の変更に伴い、なくなっている。装甲は、従来の M シリーズより厚くなったが、同時期の他国の戦車が、溶接構造を採用していたのに対し、未だ溶接構造であった。また、軽車格も、被弾軽視を、さほど追求したものではなく、 T-34 の車体全面走行が 45mm 厚で垂直に対し60度であったのに対し、50mm 厚で垂直に対し45度であった。砲塔は2名で操作され、これは T-34、76と同様であった。機械的な構成は M シリーズの流れを組んでおり、サスペンションもまた同様であった。 走行時の衝撃を受け止める板バネ式の干渉装置は良好な信頼性を持っていたが、旧来のこの機構は他の喧嘩方式、例えば T-34 のクリスティー式サスペンションと比較して発揮できる最高速度が低かった。設計上の一つの変更点は大幅に減らされた機関銃の装備数と少なめに設定された銃砲弾の搭載量である。銃弾は 通常約六百発を搭載した。M シリーズや他の第二次世界大戦の戦車の多くは約三千発ほど搭載していた。主砲弾は通常約六十五発を搭載した。t 三十四と m 四中戦車は約九十発ほど搭載していた。p 四十の主任務は不評支援から対戦車戦闘に移行しており、車体の形状と内積はその目的に即して、 設計され、搭載量を制約した。P40 の設計は、かなり斬新なものであった。しかし本社は、現代的な装備のいくつかを書いていた。例えば、溶接構造、新型のサスペンション、社長用のキューポラである。本社の装甲は、イタリア軍の標準的な仕様によって防御力を定められたものであった。これは、乗員と内部構造を、 イギリス軍の装備する QF2 ポンド砲のような初期の対戦車砲から防護を教えたが、1943年に登場した対戦車用兵器、例えば通常射程で 100mm 以上の走行を貫通したイギリス軍の QF6 ポンド砲、または QF17 ポンド砲には対抗できなかった。これらの欠点にもかかわらず、 イタリアが戦争中に実戦化したものとしては P40 は連合国及びドイツ軍の中戦車に相当する唯一のイタリア軍の戦車であった。25トンから30トンの車重を持つこの戦車は出現の2、3年前においては重戦車の範疇に分類された。フィアット M13、40のような戦車設計は10トンから15トンの車重を持ち中戦車と考えられた。 P40 は重戦車と呼称されたが、国際標準においてこれは重戦車であった。P40 はカーデンロイド豆戦車に橋を発する CV29 や L335 のような短決定に始まり、それからこれら従来の短決定が持つ多くの特徴を共有しつつも、より大型化された M1139 重戦車のようなモデルへと進化を遂げていった。 イタリアの戦車設計の最終地点であった。1200両の P40 が発注されたが、うちごく少数、資料によっては1両から5両とされる、試作車両が1943年9月のイタリア急戦前に完成した。急戦の後、その場でこれらの車両はドイツ国防軍に接収された。約100両の P40 が戦争終結まで、 アンサルド社によって生産されたものの40両がエンジンの不足のため完成に至らなかった。60両がポンツァーコンプフバガン P4737 の故障でドイツ軍に徴用され安ンをデで戦闘に投入された。またエンジンのない車体40両が固定砲台としてトーチカなどに使用された。P42 は少なくとも2種類の派生型が計画された。 一つは、出力420馬力のガソリンエンジンを装備した P43 と呼称されたもので、車重が30トンを超えるものである。本車は 80mm の正面装甲を持ち、主兵装には長方針 75mm 砲か、または同時期に開発された、セモベンテダ90、53の搭載する 90mm 砲を採用した。しかしながら、 この派生型は木製のスケールモデルが2台作られるにとどまった。構想では推定出力480馬力のガソリンエンジンを装備した P43 ビスと呼称される、さらにアップグレードの図られた派生型も存在した。もう一つの構想はセモベンテダ149、40であり、これは P40 の足回りを設計の基礎とした。これら構想された車両のうち、 一両のみが生産された。本社は高い機動力を持つ自走砲であることを目標とし、その主兵装はイタリア軍において最も強力だった。1 4 9ト、mm、ル4 0後継砲は2 3トル以上の射程を持ち、これはアメリカ軍の装備する m 5 9リ5ートルかの砲とほぼ同等である。この砲は 曲小数が生産されたに止まり、戦争中のイタリア軍砲兵隊は、主として旧式な砲を装備したままであった。本砲は、その自長のために移動するには非常にかさばるものであった。そこで自走式の砲を製造することが決定された。それには全イタリア軍用車両の中で、最も強力な車体を利用する必要があった。 車体のほぼすべての空間画法を搭載するために占有され、弾薬と搭乗員は別の車両で移動することを余儀なくされた。従来、牽引式では戦闘状態へ展開するために17分が必要であったのと比較し、自走砲形式では停車から3分で砲撃準備が整えられた。セモベンテダ四十九四十の研究は百四十二年に開始され、 試作車両が1943年に試験されたが、イタリア軍にとり、本社は刺したる感銘を与えなかった。急戦の後、車両はドイツ軍が接収した。本社は彼らにも興味を示されなかった。最終的に、アメリカ軍はドイツ軍の進行中に本社を捕獲し、試験のためにアバディーン製の試験場へ輸送した。本社の干渉装置を除いた全体的な、 設計思想はアメリカ軍の M107 自走砲に類似している。ありがとうございます。